今緊張度合い何点ですか？100マックスですね。じゃあそのつもりで今日は皆さんから開いていただきありがとうございます。最初は分からないことも多く、ご迷惑をかける方も多いかもしれませんが、できないことをできないままにせず、自分から積極的に学びに行き、一日でも早く立派な農家になりたいと思います。今日からよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて桐生奈々さん、よろしくお願いします。本日よりフィジアートの一員となりました桐生奈々と申します。無事この日を迎えられてすごい嬉しいです。まだ右も左もわからない状態ですが、明るく笑顔で元気よくがモットーなので、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。もしあの抱負発表を言い足りない人ってもう一周やる本当大丈夫ですか？本当はもう終わったな。もうトラウマあるな。では続いて入社式研修ということで、ギャップについて山本さん、よろしくお願いします。はい、最初に質問します。仕事で一番大切なことは何でしょうかという質問です。めちゃめちゃ儲かるかもしれないけど、10人に1人死ぬ仕事とかめちゃめちゃうまいレタスだけど5人に1人は食中毒になりますとか、まあ、こういうものはやっぱり仕事として成り立っていない、まあ、そういう意味でも仕事で一番大切なことは安全だと思います。藤原さん、改めて安全を大切にしていきたいと思っています。その取り組みの根幹をなす部分がギャップという取り組みです。ギャップに取り組むきっかけっていうのはお客様からあったクレームです。これ、まあ、包丁の写真ですね。お客さんから連絡ありました。山本さんとこのレタスに包丁が入ってたと。こんな危険なレタスは取り扱えないと、まあ、非常にお叱りを受けてその会社との取引がなくなってしまったんですが、で送り返してもらった包丁はベジアツの包丁じゃなかったんです。見れば自分の包丁かどうかって分かるんですけど、おそらくいろんな会社からレタス仕入れてる中で現場で出てきた包丁を多分ここじゃないかぐらいの角度でうちに送り返してきた、うちにクレームを入れたんだと思います。でその時にベジアツはうちの包丁じゃないって証明ができなかったんですね。あ、これはうちの包丁であるかどうかは関係なく証明できないってところに課題があるんだというところで、まあ、最初整理整頓に取り組みました。ベジアツっていうのはだん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 綺麗な会社になっていく中で、モスさんですね、顧客の要望でせっかくここまで取り組んでるんだったらしっかり認証を取ってよというところで、じゃあギャップに取り組む中の認証取得というところに舵を切るようになりました。仕事で一番大切なことは安全ですので、怪我をしないように、事故を起こさないように、起きても同じ事故が他の人も起こさないように安全な仕組みをみんなで作っていきましょう。以上です。ありがとうございました。では正式な言葉、大原弘明さん、お願いします。はい、以上をもちまして、令和5年、ベジアーツファーム入社式を閉会します。長時間お疲れ様でした。お願いします。お願いします。はい、いいバランス。ミュウさん入るの？あ、取れます。え、そうなの？はい、取れます。もう入れるよね、これ持ってきたの。これ持ってきた。大丈夫です。これ見せる感じね。あ、見せる感じ。あ、いいです。これも見せなくていい。見せるもあったっけ。じゃあ真面目バージョンいきます。真面目バージョンできないです。次動きをお願いします。難しいです。はい、 OK です。ありがとうございます。緊張しました。
丸く収まったと思います。緊張しました。緊張するんだね。ね。俺めっちゃ緊張したけど。もうやだ。もう二度とやりたくない。だからしないでもですよ。心臓が飛び出てくるか来ないかぐらい緊張してる。はい。こうやってやんないの。ありがとうございます。ビスケットの。そろそろ脱いでいいですか。え、これ最後は必死じゃない。最後だけいいですか。どういう役割なんですか。会場の人でそのまま俺フェードアウトしてそのまま畑に畑にそのまま俺畑のロータリーしてる荷物多すぎるなと思ったでしょ。いやバランス感覚すげえなって思って、よく上のが落ちないね。あ、ちょっと東京行った時疲れた娘をこれに乗せて運んだ。歩きにくいんだね。歩き慣れてなくて大丈夫か。歩かない。普段歩かないの。気をつけて。